お前何その髪型やばいんだけど、どうしたん？いや普通でしょ、何も変わってないですよ。あ、そうなんだ。それ今仙台流行ってんだ。流行ってはない。え？待って、隠すのがうまいだけ。ああ、そういうこと。はい。左から右に流れてるよ。左から右に。左から右に流してるんですよ。右が広いからね。雪降ってんの？雪は降ってました。まあ降ってたんだ。やっと周りが溶けてきた感じです。ああ、お前の頭も溶けそうやけどな。やめなさい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はーい。今日のゲストは、はい、若狭。はい、若狭選手でーす。よろしくお願いします。お願いします。若狭正史です。ベガルタ仙台のサッカースクールコーチをやってます。今34で今年35になります。おお、もう35ですよ。45かと思ったよ今。え、 NG ありますか？ NG はない。あるかな。ある、あるんだ。その時はちょっと左手上げてな。はいはい。あと大学の学生証は持ってきた？だ、それ NG、 それ NG。 早いな、それ NG。 あ、 NG、 それ NG。 あれも NG じゃないよ、あれ確かね、タメかタグマか持ってるんで、うん、今度テロップに貼るんで。ダメよ、2年ぶりぐらいですよね。そうだよな。実は毎年オフシーズンに大分遊び行ってたんで、うん、でその度に大輝さんとは食事させてもらって。若が帰ってくる時期って冬じゃん、シーズンオフだから。そうですね、シーズンオフ冬イコールフグじゃん、はい、やっぱりさ、季節的には、うん、それをね求めて帰ってきてくるんですよ。言い方、言い方、え、言い方、皆さんに会いに行ってるんですよ。ああ、そうなんだ。でもね、こういう時ね、ちゃんとしっかりしてる、ちゃんとお土産をね買ってくるのは素晴らしいよね。素晴らしい。なんかそういうのちゃんとできてる、はい、彼は。あ、じゃあちょっと大学どこだっけ。東洋大学です。東洋大学だよね。東洋大学から大分トリニータに、はい、入らせて。何年、何年？12年ですね。あれがあのプレーオフ上がった年なんで。あ、2012年に入団したと。何年いたの？4年在籍させてもらいました。いや、まあ旅行、なんかラーメン、ラーメン食いに行ったら大輝さんがカウンターで一人で食べてて、で俺お会計しようと思ったら高松さんが支払われて行かれましたっていうのがありました。ごちそうさまでした。いいやつ。もう全然覚えてないですね。ラーメンとか食わないでしょ俺。めっちゃ好きや。食わないよ俺。何言ってんのお前。ラーメンとかお前。大輝さんかためだぐらいですよ。お前、ためだ犠牲にするなって、お前、そういうの。あと、西広則。あー、太一商店を言ってたな、西君は。はい、若はね、みんなに可愛がられてたっていうか、先輩方とよく、竹さんとかね、うん、仲良くしてたと思うよ。性格が真似だから。あー、レイとかね。あー。若が嫌いっていう選手はおらんやったと思うわ。あの、プロ12年やったんですけど、僕は。うん、一番泣きそうになった試合が、そのプレーオフの決勝で、お、普段おちゃらけてる高松大輝さんがめちゃめちゃ号泣してるのを見てもらい泣きしそうになりました。お前そういうのはいいの。それが、ね、それがマジで一番っす。嘘つけよお前、持ってあるやろお前。ない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 。これ使ってください。使ってください。使ってくださいじゃねえよ。絶対使います。いやいやいや、まあまあまあ、そうか、プレーオフの時もね。あれは感動しましたね。あれが一番の思い出、はい、大分は。一番、いや、一番ですね。うん、まあ、本当そうかもしれないね。ああ、確かにね。じゃあ、次、どこに移籍したんだっけ？次はジェフに。あ、ジェフや。プレーオフで戦った対戦相手のところに移籍したんだっけ？本当に、あの、今でも、なんだろう、ずっとね、心に思ってることがあって、4年在籍させてもらって、うん、J3 に大分が落ちちゃった年にジェフ行っちゃったんですよ僕は。あ、うん、だそこは本当にずっと今でも申し訳なかったというか、うん、恩返しできずに移籍してしまったなっていうのはあります。お、
まあ、これはしょうがないと思うよ。やっぱりね、まあ、J3 で落ちたらやっぱり選手の、ね、責任は重いかもしれないけど、やっぱり選手の魅力っていうのはやっぱりいろんなチームからね評価されてオファーでもらうのは大事なことだし、そこはね、まあ、いろんな人に言うことはあると思うんですけど、それは若の人生だし、そういうね、はい、思いがあったっていうのは嬉しいと思うわ。そうですね、みんなは本当、うん、いやもうさ、やっぱりあの大卒で入ってサポーターとかがどういうものなのか分からなかった分からなかったんですけど、めちゃめちゃ一緒に戦ってくれるし、優しい、特に大分は優しいし、練習場もいっぱい来てくれるし、うん、心強かったです。席してからも挨拶しに行ったりしても、手振ってくれるし、プレゼントとかもいただいたりとかもしたんで感謝しています。みんな本当優しいよな。なかなかないよな。そうです、ね、ゴールに行ってブーイングとかされるかなと思ったんですけど、うん、手振っていただいたり拍手していただいたりしてもらったんで、うん、俺はブーイングしてたけどな。してない、してない。千葉って何年いたんだっけ？千葉2年いました。2年。はい、監督は？1年目が関塚さんで、あ、2年目がファン・エスナイドルス。あれ、タメと一緒だったんだっけ、その当時？あ、タメが後から来ました。あ、かぶってないの？かぶってないです。俺が入って、その年の夏にタメが来ました。タメ、同期だったんですよ。タメと神と後藤が同期なんだ。おお、あ、神も仲いいもんだってな。神仲いいです。神は大学から一緒。はい。おお、で、あ、あとは違う。え、誰と誰ですか。あの、なんすか。長いんだっけ。長いです。気まずい、気まずいです。いや、本当は仲いいらしいからな、あれ。いや、絶対気まずい。いや、あれいじってるだけだろ、あの二人は。気まずいっす。あ、そうなんだ。気まずいっす。いや、でも思い出っていうより、ヴェルディ、やっぱキャリアの中で一番試合に出させてもらった期間だったんで、自分の中でなんか特別というか、そういう感はあります。まあ、大分も特別ですけど。監督が永井さんだったので、長井秀樹さんやな、もう大分のな、大分のレジェンドや。で、長井さんのサッカーがすごい面白くて、充実してました。おお、なんかやっぱりね、みんな練習から結構バチバチやるんやろ。バチバチやりますし、もう技術とかも結構大事にしますし、ポジショニングとか。え、なんかこれ大丈夫？ミスターのやつは。ちょっと待って。カメラ顔がなくなったよね。はい、顔なくなってますよ。ビデオはなんか見えた、見えた、うん、対戦相手の話でやっぱりフォワードで誰が一番現役中さ嫌だった？それこそ大分2年目の時に1年間 J1 にいさせてもらっていたんですけど、うん、その時に衝撃だったのが、いや、今神戸で活躍されてる大迫選手、あ、うん、大迫選手、うん、あと浦和で活躍されてる興梠選手、おで、あと、ヨシトさんです、ですね。ああ、その3人が。はい、が衝撃的でした。裏の試合でさ、アウェーで3-0から4-3の試合あったやん。はい、ありました。あれ、地獄だったよな。今だから言う地獄でした。な、もう、情けなさすぎて、うん、恥ずかしかったっすもん。あれ、若ゴール1000やったっけ？ゴールしました、決めました。松田力が決めて、で、僕が決めて、うん、で、カジ君が決めて。で、3-0だったんだよな、前半。3-0だったんですけど、前半最後に1点決められて、うん、後半3点いかれましたね。で、4-3で負けたんだよな。出ましたね。あんな試合、人生でなかなかないよな。ないっすね。もう同い年でやってる選手もいなくなってきたね、だいぶね。山瀬が山口でまで頑張ってるね。あとはもういないかもね、本当に。松井も引退したしね。そうっすね、そうっすね。で、若さが引退したやろ。これがもう3代目。全然した。全然した。ちょっと名前が落ちる、落ちる。恥ずかしいからやめて。恥ずかしいからやめて。いやいや、もう俺の中じゃもうね、ショックやったよ。もうね、松井も引退して、うわーと思ったら、若さが引退じゃん。松井大輔さん、小野伸二さん、やっとさん。若さ
そう。で、タカさんも引退したやろ、高原さんも。いや、まあ、そうですね。うん、で、俺一番衝撃は本当もう若さの引退だったよ。恥ずかしい。誰も知らん。誰も俺のこと知らない。いや、そんなことないって。で、そっから、ベルディから最後仙台に行ったのかな。はい。おう。で、当時の監督は？その時の監督は原崎さんで、うん。僕の大学、東洋大学の時のコーチだったの。じゃあ、仙台での思い出聞こうかね。仙台での思い出、うん、やっぱりあの毎試合見に来てくださるお客さんの数がサポーターファンサポーターの数がすごいですね、うん、やっぱりアウェーにもすごいたくさんの方が来てくれるんで。そうだね、今年のだから開幕仙台でやったね、大分と。あ、やりましたね、やりましたね。今年30周年なのよ、トリニータも。え、ベガルタも。ベガルタもですよ。あ、ベガルタも30周年。はい、いやだから30周年だからさ、大分トリニータもいろんなイベントを考えてるんで、はい、その時はね、ぜひ参加してもらったり、はい、OB 戦とかもしかしたらあるかもしれないしさ。嬉しいです、嬉しいです、行きたいです。おだから俺も仙台呼んでくれ。縁ある。え、縁、俺、牛タンいっぱい食べてるし。あ、確かに、タン好きだからね。うん、タンあれ好きだから、お前貢献してるやん、お前。うまいっすよ、こっちうまいっすよ。だからその、OB 戦あるんやったらちょっと、単枠で。OB じゃない。え、単枠で、単枠でちょっと一枠くれ。出ますか。うん。あ、今年の年末にリャンさんの引退試合があるんで、あ、大輝さん押しときます。うん、頼むわ。先週は13年だっけ、2年。12年です、12年。12年。もうセカンドキャリアのこととか考えてたの？いや、全く考えてなかったですね。あ、じゃあまだ仙台が契約満了になったじゃん。で、仙台契約満了になりました。で、違うチームを探してたの？そうです、探してて、でも自分の中でどこでもいいからやりたいっていうよりは、うん、自分に縁のある場所とか縁のある人とか、うん、そういうところでちょっと選手としてやりたいなっていうのを思ってて、うん、で探している中で、なかなか難しくなって、でもちろんそれでもうサッカー界じゃなくて一般企業とかも考えようっていうことで、うん、引き剃って髪黒くして面談行ったりもしたんですよ、うん、はい、で、まあ、もちろんそちらも、OK というか一緒にやろう、OK、一緒にやろうっていう声はいただいたんですけど、うん、この時ベガルタからもどうみたいな話をいただいて、うん、2年しか在籍してなかったので、そのようなお話をいただけたことがすごい自分の中で嬉しくて、うん、でまあ仙台も好きだし、うん、お世話になろうっていうところで、うん、ここでやらせてもらうことにしました。ほう、でもさ、一般企業をさ、はい、すごいね。あ、全然そこは大学時代も就活してたんで、今回面談に行ったのはスポーツビジネスのところで、お、はい、スポーツビジネスでちょっとビジネスの世界も興味はあったので、まあ、じゃあ得意分野の方なんだね、そういうところはね、まあ、スポーツ系とかは分からないですけど興味はありました。で、奥さんにはどういうふうに伝えたの？あ、全然特に何も特に何もそうでしょ。普通さ、なんか自分でさ、もう引退決めた時とかさ、やっぱり奥さんにさ話するじゃん。何もしない、はい、いやだから12月にチームを探してる時なかなか厳しいなっていう話はしてて、ああでも、あ、もうちょっと選手以外のとこで動くかっていうところを言った時は別に何も言わなかったですよ。頑張ってみたいな、じゃあもう奥さんはサッカーを続けてほしいって気持ちはなかったのかな。そこまで言われなかったですね。絶対選手やってとか言われなかったです。ただ言わんだけでな、多分そういう姿は見たかったと思うよ。まだ奥さんとか特に、そうすかね。でもまあこのクールコーチをやるにあたってはスムーズに入れるんじゃないとは言ってくれて、なんかスムーズに行きすぎてちょっとあれだね。いや、大変大変、めちゃめちゃ悩んだ。もっと苦労した方がいいんじゃない？めちゃめちゃ悩んだっす。今後の目標聞こうか、はい、今後の目標、今後の目標、現役中は指導者絶対やりたいっていうのは
特に考えてなくて、うん、今こういう職に就いてからはやるからにはしっかりやらなくちゃいけないと思うし、でやっぱり仙台のためにしっかり恩返ししていければなっていう、ベガルタ仙台を発展する、お手伝いができればなっていうふうに考えてるんで頑張ります。おお、真面目なコメントだったんで、カットします。いやだ。はい、2012年から15年まで4年間お世話になりました。1年目はプレーオフに昇格して、で離れてしまった年は、J3 落ちてしまった年に離れてしまったことをすごい申し訳なく思っています。また機会があれば大分遊びに行きたいので、大輝さん呼んでください。ありがとうございました。嫌です。頑張ってくださいよ。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ